動画をご覧いただきありがとうございます。以前に制作したフィギュアライズスタンダードドラゴンボール Z の魔人ブー純粋のキット、今回はその塗装動画でございます。早速見ていきましょう。まずは頭部の塗装です。フェイス、肌の部分に下地として塗ったのはコントラストカラーのボルパスピンク。成型色の肌の色よりは一段濃いピンクの塗料です。最近はこのベース、シェードの両機能を兼ね備えたコントラストカラーを最初に下地に塗ることが多くなりました。液体塗料が色の境目や筋に流れ込んで自然な質感を作ってくれるので時短にもなり重宝しています。完全乾燥させた後、レイヤーカラーのフルグリムピンクを上塗りしました。細部は超極細マーカーのマッキーケアと仕上げにナルンオイルを塗りました。次に胴体です。腰部、パンツ部分にコントラストカラーのアポシカリーホワイト、露出している上半身、肌の部分の下地にボルバスピンクを塗りました。パンツの白の上塗りです。コラックスホワイトを使いました。ピンクの上塗り、肌のメインカラーのフルグリムピンクを使いました。塗料はホビー用水性アクリルのシタデルカラー、筆塗りで色付けをしていきました。細部、超極細マーカーのマッキーケアと陰影をつけるためにナルンオイルを塗っています。腕部に入ります。ゴールドのラインを塗る箇所の下地にイアンデンイエローを使いました。肌のピンクの下地はボルパスピンクです。リストバンドの黒の下地としてバシリカヌムグレイ、下地を塗っておいたリストバンドのゴールドのラインにレトリビューターアーマーを塗りました。腕部の肌の上塗りです。フルグリムピンクを使っています。色の境目や細部は粘装筆で、広い面積は模型用のブラシなどで着色しました。細部の書き入れに超極細マーカーのマッキーケアを使いました。最後に脚部です。これまでのカラーに倣って着色していきました。パンツの白の下地としてアポシカリーホワイト、黒の部分の下地としてバシリカヌムグレイを使っています。シューズの下地としてスネークバイトレザーを使いました。パンツのメインカラーの白、コラックスホワイト、顔料の多い隠蔽力の強いシタデルカラーの白です。こちらが今回の塗装で使用した塗料、下地塗り上塗り合わせてかかった時間は約60分でした。シューズの上塗りにホブグロットハイドというカラーを使いました。ゴールドのラインにレトリビューターアーマーを塗りました。シューズ部分の質感を出すためにナルンオイルを使いました。塗装後は
水性トップコート、艶消しを全体に吹き付け、乾燥させて完成。色塗り終わった各パーツを組み上げていきます。顔、表情がそれぞれ2種類、手も2種類、必殺技パーツは2つありました。塗装後がこちら。まずは両手はグー、手のパーツを交換し、気候波1、続いて気候波2は放出のポージングで、ということで今回はビギュアライズスタンダードドラゴンボール Z から魔人ブー純粋のキット、今回の動画では色塗りでした。今回もご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。